ああ、キーボー、ちょうどいいところに。アルゴか。あ、なんだよ。そんな逃げ腰になるなよ。お姉さん悲しいぞ。ああ、すまない。つい、こういう時に限って、ろくなこと言わないんだよな。ところで、何か面白い情報はないかな。あれば高く買うぞ。やっぱり。アルゴはこっちでも情報屋なんだな。あ、まあ人海での情報でよければ売るほどあるけども。あ、俺はダークテリトリーの手広く詳しい情報が欲しいんだ。あ、どうだ、アルゴはそのあたりの情報を扱ってないか。うむ、そうだな。心当たりはなくもないぞ。あ、助かる。それならいくらで売ってくれるんだ。どうどう、そんなに慌てるなよ。こっちの世界じゃ現金より物々交換の方が有効だな。そっちの情報とこっちの情報の等価交換ってことで、どうよ。なるほど、情報同士で取引ってことか。わかった、いいぜ。よし、決まりだな。ふむ、キーボーの情報を買うにはこちらもよほど有益な情報を持たないと。ん？何か言ったか？いや別に。今度売りたい情報ができたらその時に声をかけてあげるよ。まあ、わかった。期待してろよ。じゃあな。情報屋ネズミのアルゴ、ダークテリトリーでも相変わらずって感じだな。アルゴのやつ、こんなところへ呼び出して一体どういうつもりだ？よう、キーボー、待たせたな。アルゴ、あ、待ってたぜ。それで、一体何の用なんだ？そんなにピリピリするな。そろそろ重大な情報をゲットできそうなんだな。この前の話か。一体どれほど重大な情報が手に入ったんだ？ふむ、そのためにはキーボーにちょいとここで待っていてもらおう。なんでさ。なんででもだ。情報はほやほやの方がいいだろう。それでわざわざこんな場所へ呼び出したってわけか。正解だ。エクセレントな推理だよ。まったく、わかったよ。じゃあここで待ってればいいんだな。おうよ、そこからなるべく動くなよ。いいな、いい子にして待ってるんだぞ。わかった、わかったから。じゃあまた後でな。まったく。それにしてもここで待てって。ん、誰か来た。大勢。ここでしょうか。アルゴが言っていた例の場所は。なあ、そのようでな。アルゴはいないのか？なんだか人気のない場所ですね。そんなに不安がらなくても大丈夫よ、ロニエったら。メディナにリーナ先輩？それにロニエとティーゼまで。一体どういうことなんだ？おっと、こっちの天幕にみんな集まったのか。本当は隣の天幕なんだが、まあいいだろう。あ、アルゴ、一体これは何なのですか？その紐は、明かりに使うものでしょうか？そう、今からここでみんなの身長や体重、体の数値を測るんだな。測ってどうするんです？リアルワールドでは健康維持と身体管理のために定期的に体の数値を測定して記録しておくのさ。それが身体測定ですか？その通り、成長の証ってやつだ。
まずは。どうして上着を脱ぐんですか？ああ、服を着たままだと正確な数値が測れないんだな。だからこうして上着から全部脱いで。なるほど、この天幕はそのためのものか。健康維持というわけですか？それなら致し方ありませんね。おいおいおい、まさか、まさか。にゃはー、さすがは上級生、脱ぎっぷりがいいな。いや、そう言われると恥ずかしいのだが、本当にこれでいいのか？任せろ。オイラが責任を持ってみんなの3サイズ、いや、健康を確認するぞ。3サイズ？何なんだそれは。にゃはは、まあ成長期のお嬢さんたちにとっては重要な数値ってところかな。そうなんだ。それじゃあ私も。わかりました。ロニエは恥ずかしがる必要ないじゃないの。もうそんなことないよ。いつの間に。なんか変かな。そうじゃなくて、差がついたなって。ではソルティリーナちゃんから測ってみよう。わかった、よろしく頼む。どうする、やはり耳を塞ぐべきか。ほうほう、80。聞こえないぞ。ましてやリーナ先輩のバストサイズなんて。すまない、先ほどから言っているセンチとは何なのだ？線ではなく？ああ、リアルワールドの単位だな。こっちの世界ではセンチは線で、ミリはミルだったな。なるほど。それで私のはどうなんだ？いや、さすがは上級生といった感じだな。バッチリ、健康的には問題なし。そうか、何よりだな。ありがとう。では次はメディナちゃんの番だな。気のせいか、さっきから視線を感じるんだけど。ああ、なんか隠れてるんじゃないか、小さい動物とか。猫？にしちゃでかすぎないかな。まあ気にせずに。ささ、今のうちに。ふむふむ。おお、これはこれは。なんなの？どこかおかしいのか？いやいや、むしろ超健康的というか、まさかの数値だな。ふむふむ。メディナはそうなのか？いやいや、俺は何を考えてるんだ。よし、では続いてティーゼちゃんとロニエちゃんの番だにゃ。どっちからにする？私最後でいいよ。私の方こそ最後がいいな。ニヒヒ、どっちが先でもオイラは構わないぞ。本当に3サイズって健康に必要なんですか？いや、本当必要だぞ。聞こえない、何も聞こえない。そう。では今日のところは失礼する。世話になったな。あ、ソルティリーナ先輩、私もご一緒します。うん、ではな。お疲れだな。はあ、ようやく終わった。
帰りましょう、ロニエ。なんだかすごく疲れたわ。そうだね。はあ、羨ましい。え、何か言った？なんでもない。あ、待ってよ。ふむ、みんな帰ったぞ、キーボー。これはどういうことだ？にゃはは、ちょっとした手違いだ。集まる天幕が間違ったようだな。まったく、危なかったぞ。まあ約束通り、そこでおとなしくしていたし、今回はお咎めなしだ。あーちゃんたちには黙っておいてやるよ。にゃはは。当たり前だ。俺をはめるつもりだったのか。まさか。でもあの4人の3サイズはバッチリだ。この情報買うか、買わざるかや。買わない。ほう、せっかく測りたてほやほやな女の子たちのサイズなのに。買うわけないだろ。今ちょっとだけ迷わなかったか。違う、もう俺は帰るぞ。もったいないにゃ。他にもソルティリーナちゃんの肌の白さとか、ティーゼちゃんの体にあるほくろの場所とか。ああ、聞かない、聞きたくない。にゃはは、気が変わったらいつでもこの情報高く売ってやるぞ。